はい、こんにちは、勝俣博物館です。ということで今日ご紹介する展示物はこちら、ウルトラレプリカブラックスパークレンスということで、もうすでに佐川さんのねお仕事の影響で、箱が潰れてしまってますけど、中には影響が来たしてないことを祈って開けましょうということでですね、これはもう先週の金曜日だったかな、確か先週金曜日に届いてましたね。今が18日とかかな、多分届いて16とかかな、わかんないけど。さあ、お、やっぱめっちゃ箱潰れてる3000個限定の超超話題になった、じゃん、おーかっこよすぎるパッケージこれ。これが普通のウルトラレプリカのパッケージでございます。スパークレンスのね、全然違いますね。ティガダークジャイアントリターンズトゥジャスティス、すげえな。で、色は紫ではなく黄色ですね、側面。3000個限定、本当に再販なかったですね。今後あるかもしれないですけども、どうだか分かりませんが、はい。それでは開けてみましょう。このね、デラックス版、当時発売ファイナルオデッセイのティガブラックスパークレンス、こちらの箱と、まあ上のサイズはほぼ同じですけども、横のね大きさが全然違いますね。はい、それでは見ていきましょう。お値段もぐっと上がってね、8000円ぐらいなので、当時はこれ3000円だったかな。そうですね、当時は3000円。じゃん、お、はい、下に台座がついております。じゃん、色が違いますね、スパークレンスの台座と。スパークレンスの台座はこんなに明るい色じゃなかった気がする。それでは組み立ててみましょう。どっちでもいいのかな、これは裏表一緒かな。いや、サイズありますね、ちゃんと。はい、はめて置くと。で、今先ほど説明書がありましたね。ブラックスパークレンス、お、表面だけですね。さあ、それでは見ていきましょう。じゃん、これだけだ、本体のみ。うわ、重たい、刻印部分すごいな。なんか白く傷がもうついてますけども、早速ね、いやーすごい。なんかダイキャストなんですけども、この手の持つ、ここがダイキャストか、これがダイキャストなんですけども、なんて言うんだろう、ボーリングの球みたいな感じがします、この持つ部分ね。じゃあ絶縁シート抜きます。お、もういきなり電源入ってるんかーいいきなり電源入ってるんかーい。いやー、そうなんだ。ちょっとね、まだこれでちょっと比較してみたいと思います。とりあえずここに置いて、普通の昔のデラックス版をちょっと見てみましょう。はい、こちらがデラックス版のスパークレンス、ブラックスパークレンスね。持つ部分がやっぱ全然違いますね。こっちはラメ仕様になってますけども、こっちは模様になってますね。刻印もちょっと場所により、てか、あれ？違うね。下の刻印が全然違う。上の刻印はまあまあ一緒ですけども、ちょっとでも R 描かれてますね。こっちはカクカクしてますけども。はい。やっぱ全体的にブラックスパークレンス、デラックス版大きいですね。はい、閉じた状態、うん、大きい。さあ、それではあとはウルトラレプリカのスパークレンスと比較してみたいと思います。台座もこのように全然違います。で、逆置いてもいいですよね、台座ね。こっちこれ置いてもいいですし、うん、これの方がなんか合ってる気がする、なんとなくね。はい、さあ、それでは懐かしの、出た、この BGM 得意だよなさあ、それではじゃあ電源オン。あ、違う違う、全然違う、全然違うじゃん。しかも BGM 鳴らないし、
ちょっとあえて後ろ今向いた状態にしますけど、音オン違います。いきます。あれ一緒だった、一緒でしたね、勘違いでした色が違っただけですね。でも BGM はなりません。めちゃくちゃいい。さあそれでは、ウィング開いていきたいと思います。早速ねティガーダークに変身していきたいと思います。ボタン後ろにありますのでこちらを押します。いきます。おお、ティガーダークの変身音でございました、今のが。そして追体験モード遊びということで、ボタンを流しすることで劇中の追体験モードが遊べます。ダーラムとの戦闘シーン、ファイヤーマグナムの音声が鳴り、紫赤の LED が点滅します。ティガートルネードいきます。はい、続いてヒュドラとの戦闘シーン、ヒューガストの音声が鳴り、赤青紫の LED が点滅します。ティガブラスト。続きましてはティガマルチタイプの変身音声が鳴ります。紫、青、赤、黄色、白の LED が点滅します。なんか不思議な感じですね、 LED の点滅が。さあ続いてはグリッターモード、グリッターモードになるまでの光の収束音、変身音声が鳴りますということで、はい、ということで今のがグリッターティガの変身音と、そして最後、音楽が流れます。いきますよ。ティガ勇気を授かれちゃったティガ勇気を授けてくれ愛はい、ということで18秒間流れるということで、いやーいいね。あのどちらかというと僕もね、あのまあ V6 のねオープニングの方も、オープニングの方もすごい印象あるんですけども、こっちのね Believe Love Tuga Tuga ね Tuga これの方が僕好きですね。全部閉じた状態でやるのかな、長押しとかも。あ、でも結構やっぱこの差がありますね。さあ久々にティガ変身してみますか。あれ、あ、これも LED、 こういう点灯の仕方だったんだ。さあ、でも綺麗な音してますよね。あ、こっちはそうか、掛け声入ってるから掛け声あった方が良かったかもな。それはなんか差別化されてますね。本当は逆なんですけどね、設置はい、というかでも本当にこっちすごく良くなってますね。こっちは BGM やっぱすごい鳴っちゃったりとかしましたけども、これね、だけどこっちはそれか なくなってるし、普通になんかいい。
音は下から鳴ってますね。ここから。はい。ちなみに、ブラックスパークレスは、電源、オン。はい。デラックス版、普通のスパークレスと、お変わりなく、音声は一緒で、光り方も一緒と、色が違うだけっていうのが、昔のバージョンでしたけども、今回のウルトラレプリカは、すべてが変わってましたね。ということで、今日ご紹介したのは、こちら、3000個限定の、ウルトラレプリカ、ブラックスパークレスでした。それでは、また明日。